4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったエアデジャブー、残り 200m、 一気に後続が抑えかかってきた。エアデジャブー、粘る。一気にアイアンバースト、アイアンバースト、差し切った。アイアンバースト、アイアンバースト、一着。2着にはどうやらエアデジャブー、見事に勝ちました。アイアンバースト、アドマイヤーアマゾン、敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭変わってスペシャルウィーク、あと 200m、 後続を完全に引き離した。スペシャルウィーク抜けた。このまま決まるのか。2番手はマイネルフーセン、スペシャルウィーク独走、スペシャルウィークぶっちぎりです。スペシャルウィーク1着、2着はマイネルフーセン、これが世界を制した実力だ。スペシャルウィーク。さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭変わりました。先頭はエアジハード、エアジハード先頭、リードを広げにかかります。残り 200m、 エアジハード先頭だ。エアジハード差を広げる。2番手はシンボリスウォード、エアジハード今ゴールイン、段違いの強さです。エアジハード1着、2着はシンボリスウォード、エアジハード見事1番人気に応えました。さあいよいよ直線の攻防、ここで先頭に立ったグラスワンダー、あと 200m、 後続を引き離すグラスワンダー、足色は衰えません。2番手はオートリーキャッスル、グラスワンダー、この馬で決まりか。グラスワンダー1着、グラスワンダー完勝。グラスワンダー1着、2着はオートリーキャッスル、グラスワンダー見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。
阪神競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ前に行くのはどの馬か。サージウェルズ前に行きそうです。続いてシェイクフライト、その外からクロスマジェスリー、その外にエームシアター、その隣にサンドシンガー、赤の帽子メジロブライト、いい位置につけました。その外からマイネルエイブル、その隣にポエイビグラス、スピンアクティブ、そのうちに続いています。黄色の帽子北海ルソー、その後ろすぐ隣にスノーマリン、その外にマイネルメテオ、インターフラッグ、そのうちに続いています。最後方にエトワールスカイ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。7番サージウェルズ依然として先頭、リードは1馬身から2馬身。2番手に4番メジロブライト、 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはサージウェルズ、4番メジロブライト2番手を追走しています。その隣にステイゴールド、その外にマイネルエイブル、黄色の帽子クロスマジェスリー、その後ろ、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。1番人気のメジロブライト現在先団です。ステイゴールド、前走からは久しぶりのレースとなりますが、今日はどういった競馬を見せてくれるでしょうか。もう一度先頭から。先手を取ったのはサージウェルズ、2番手に4番メジロブライト、黒の帽子ステイゴールド、その後ろ、その外からマイネルエイブル。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ。7番サージウェルズ、2番手はメジロブライト、これは絶好の手応え。ステイゴールド3番手、メジロブライト、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はサージウェルズ、メジロブライト2番手、その隣からはステイゴールド、クロスマジェスリー、その後ろ並んでサンドシンガー、スノーマリン、その後ろ。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わってメジロブライト、メジロブライト先頭、引き離しにかかる。あと 200m、 メジロブライト先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れた。2番手はステイゴールド、メジロブライト独走、メジロブライトぶっちぎりです。メジロブライト1着、2着はステイゴールド。まずは前哨戦を制しました。メジロブライト、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。